今まで、一緒にレースやってきた、リュータが今回からちょっと、参戦を、見合わせて、新しい世界に進むということになって、ちょっと今回は、ちょっと一言本人の方からあるみたいなのでちょっと呼びたいなと思います。今回もうエントリーが、ね、してたようなしてないような、はい、いつの間にかあれリュータの名前消えとるしみたいな感じで、もともとしてないですだよね、はい、うん、そうそうそう、あれなんだべと思って、まあ、その後から連絡もらってなるほどみたいな感じではあったんですけども、まあ、その辺は本人から、はいはい、S1 プロクラスゼッケン3番金子リュータです。まず新しい世界に挑戦しようと思いまして、ボートレーサー競艇ですね、競艇の選手を目指すことになりまして、まずはその競艇の選手になれる第一歩の試験に合格しまして、10月から1年間養成所の方に入って、1年後プロのレーサーを目指すことになりました。まあ、そのよく、このモタード業界には本当にすごいお世話になりまして、たくさんのライダー、三笘さんもはじめすごいよくしてもらって、すごく、速いライダーにまだまだですけど、慣れたんじゃないかなというのと、たくさんの、経験をさせてきてもらった中で、やっぱその経験をもっともっと、生かすためにボートレーサーへの道を選びまして、よくその、まあ、モタードじゃ食っていけないからねとか、モタードじゃ厳しいよねっていう方が多いんですけど、モタードの世界でも、トップは1000万円以上稼ぐというのが、実際見えてはいる中で、それを勝ち取るも勝ち取らないも自分の実力ですし、これからの若い子たちは逆にそういう世界へ行ってもらって、そういう大きな、もっともっと大きなレースに出れるような、世界が、モタードにはまだまだ待ってますんで、そういうそのモタードだから、モタードじゃダメだから、ボートの世界に行くんではなく、モタードで本当に培ったものをまた違う世界でいっぱい発揮したいですし、体もやっぱり小さいっていう中で、競艇ボートレースはすごく、有利に働くっていうのもありまして、オートレースバイクの方ではなく、ボートレースに、進むことを、決意しました。はい、たくさんの方に応援してもらって、本当にモタードライダーとしてすごい幸せでしたし、本当に、たくさん学ばせていただきました。今まで本当に応援していただいてありがとうございました。またこれからの世界に行ってももちろん、トップ目指して、もっともっと上の選手になれるよう、努力してきますので、これからもぜひ応援してください。はい、こんな感じでいいですかね。いいんじゃないですか、はい、僕の方は何も言わなくていいですか。なんか、あ、そう、ということで、はい、長い付き合いでしたが、はい、っていうか、まあ別に、はい、ね、友達関係を、はい、解消するわけではないですからね、はい、なんか暇な時あればまた、そうですね、俺がボート乗ったりってことはまあないでしょうか、はい、バイク乗る機会もある、はい、と思いますんで、八代さんと一緒に。そうですね、僕も、選手になって、ボートの、レースがないときは、モタードのレースっていうのはちょっと厳しいんですけど、モタードのバイクに乗ったりだとか、モタードの会場に来て、今日みたいにチームの手伝いをしたりとかフォローをするっていうことはできますので、まだまだその1年後モタード会場で、
お会いできることも多いと思いますんで、また今後ともあんまりちょくちょく会ってると、はい、あの人みたいに大丈夫かこの人みたいな感じあるから、 そこは小出しにしてた方が俺いいと思うんだよね。だから1年に2、3回ぐらいこう、はい、あ、リュウタ来てるぐらいのさあんまり来てると、あれこいつまたなんかやらかしたのみたいな、はいはい、ちょっと心配になるもんね。はいはい、いっぱいいっぱいレースに、ヤッシーのこと言ってるわけじゃないよまあいっぱいレースに出れる方が、うん、あの、ね、ボートレースに出れる方が、うん、あのいいことですんで、うん、あの本当にこれからもまたぜひぜひよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ、はい、またお願いします。もう、はい、ボートちょっともう俺は全然わからないんですけれども、はいはい、僕見えですけれども、ツボートとかに来ることもあるでしょうから、はいはい、多分ぜひ、はい、一攫千金で、いや、くじ運がないんだ俺が多分俺がかけたらお前は負ける、はい、かけないようにします。わかりました。ただ、うん、はい、あの静かに見守るように、はい、と思いますけど、まあね、します。全日本モターでも、はい、金子龍太杯、松本康志杯っていうなる日を夢見て、はい、ね、そしたら年収1000万も多分瀬戸取君あたりがなってんじゃないかなと、はい、そうですね、まあね、分からんけど、はい、そう目指して盛り上げていきますか、はい、僕らが、はい、分かりました、はい、僕らがっていうか、そうですね、あなたいないけど頑張ります、はいはい、また体に気をつけて頑張ってください。いやいや、またよろしくお願いします、はい、そんな感じで、はい、ありがとうございました。スゴンも来てるかもよ。はい、10月までの間に行けるレースは手伝いには行きますんで、はい、また今のうちですからね、はいはい、メット連合の人たちも来るなら今じゃないかなと、はい、そうですね、全然知り合いじゃありませんから、はいはい、メット連合の方たちもぜひ応援に来ていただければと思います、よろしくお願いします、はい、それではまたスゴーで会いましょう、はい、またスゴーで